ボートレース福岡の九州スポーツ杯争奪戦、4日間の予選の戦いもラストカードとなりました。これから福岡選抜第12レースを行います。対戦メンバーは1号艇埼玉の西村勝、2号艇東京の海老沢康之、3号艇福岡の前田健太郎、4号艇東京の宮内幸秀、5号艇広島の佐々木秀樹、6号艇福岡の富永修一です。本番も枠なりに作戦行動が始まりました。この12レース人気を集めているのが1号艇の西村勝です。得点率は現在5位につけていまして、すでに準優進出は安全圏としています。この1号艇西村の陰線に期待の票。一方2コース最後の勝負がけに挑むのが2号艇海老沢康之、現在は19位につけています。ここ3着以上なら現ボーダー突破となります。3コースには地元3号艇の前田健太郎が構えます。その隣4コースに4号艇の宮内幸秀、現在17位としている宮内も大きな着は避けたい状況。2艇引っ張って5コース角位置は5号艇の佐々木秀樹、今日の前半差し抜けで昨日から3連勝としています。そして大里6コースは6号艇の富永修一、枠なりの4対2インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1番2番3番とうちの3艇スタート揃えて出てきます。伸ばし合う1番2番3番1マークの攻防、逃げる1号艇西村をまくる3号艇の前田、そして2番4番とバック側、まくった3号艇の前田が一歩前にいます。スタートは全艇正常でした。まくった3号艇前田健太郎先頭です。食い下がる2番手が人気1号艇の西村、3番手は4番2番5番の接戦、これから2マークです。トップで回ってくる3号艇の前田、その外をつけ回ってくる1号艇の西村、先頭は3号艇前田の外から1号艇の西村が迫っていますが、なんとか踏ん張る3号艇の前田健太郎、アウトからピタリと1号艇西村、その後ろ3番手は2番4番の接戦です。これから2周目1マークの旋回に向かいます。先頭は3号艇の前田健太郎が先に回って、ここも逃げる1号艇の西村、なんとか振り切った3号艇前田が先頭、2番手1号艇西村、3番手の接戦は2号艇の海老沢に4号艇の宮内が食い下がっています。さらに後ろは5号艇佐々木、6号艇富永、これから2周2マークの旋回です。先頭は3号艇の前田、2番手1号艇西村、そして3番手争いは2号艇の海老沢に食い下がる4号艇の宮内、上位2艇は3番1番が大きくリードを取って、レースはこれから最終周回です。その後ろ4番手は現在2号艇の海老沢康之、最後の1マークトップを守るのは3号艇の前田、2番手1号艇西村、そして3番手2号艇の海老沢にアタック、4号艇の宮内、しかし3番手は2号艇の海老沢譲りません。上位3艇は3番1番2番で最後のバックストレッチを構想中。さあ先頭を走る3号艇前田の後ろを猛追1号艇の西村、ラストターンマークです。トップで回ってくる3号艇の前田、続いてのターン1号艇西村、ここは届かず2番手まで、3番手は2号艇の海老沢が守って、間もなくゴールとなります。3番ゴールイン、1番ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、5番ゴールイン、6番ゴールイン、以上全艇ゴールインしました。